すべて。うん。うん。今何しとる？なんと神戸市に届けに行く年賀状を直筆の絵で描いております。見して。おお。まあ絵とたるゆえんと10日読めたるゆえんはあるけど、なんか物足りないよね。なんか言われた絵描くから描いて。うん。絵とたるゆえん。一回その年賀状置いて。はい。さあ始まりました。てっちゃんのお仕置き日記2日目のコーナーです。ねえ、怒っちゃう？俺が今から。俺がお仕置きするよ、そんなことすると。ねえ、お前はお仕置きされる側なんだよ。疲れてるじゃん。まあ、視聴者さんのためにさ、こうやって抽選された2万8000人の中の1人にさ、直筆筆でさ、直筆筆筆だよ。筆だもん。今日のお仕置きは、ねえ、こちら。またなんかあんの？こちらです。なんでポケットに、いつ用意したそれを、お前は。わさびと、ニンニクですね。鼻の穴の片方にわさび、片方にからしをぶっ込んでくださいっていうやつなんですけども、からしはなかったんで、ちょっとすみません、ニンニクで我慢してください。すみませんね、我慢とかないんで、俺が我慢するの。OK、早速お仕置きをしておきましょう。しばやくん、ちょっとてじゃくんの体、押さえておいて。うーわ、ねえ、あれしばやくん、ちょっと執行して。俺も書いてるんだからさ。ねえ、そう、今、年賀状、誰が得すんのお仕置きってさ、俺、そういう概念嫌いけど。俺、何のお仕置きなのこれは。お仕置き。てじゃが1日目に、1月1日に動画がなかったことに対するお仕置きです。そういう、いつまで続くのそれ。まあ、3日坊主だけに3日間うまくねえんだわ自分で言うなよ普通にコメン1日目のなんかコメントにどうせ3日坊主で終わるんだろうって言ったからお望み通り3日で終わらそう望んでねえから誰もお家に置きも3日も坊主もならばねえ抑え方がもうちょっとあるでしょうよ猿っぽいな江戸たるゆえんか、うん、ねえ知ってるわさびって結構やべえってこと本当にね結構やばいよね結構やばいんだよもうかかんよ中で言うとお前ここにわさびとニンニク書くよ俺はい、でもお願いします。マリオじゃん。全然人の時期で機械か。あー、嫌だ。こういう具体的なお仕置きの方が分かりやすくていいのかもしれない。待って、バカ、目に当たるわ、お前。待って。セットさせて、待って、待って。ね、ほんとに。大丈夫だから。お前。耳は噛まないで、俺、耳は。しょっぱいな、お前。耳は弱くないから、大丈夫。あー、嫌だ。あー、奥の奥だろ、奥の奥。あ、痛いチューブが痛いチューブが。で、待って、チューブが痛いお前。チューブで痛い。チューブめっちゃ痛いお前。なんでそんな奥に突きつけるのあ、じゃあ、ここは痛い。オッケー。はい。チューブが痛い。スリー。これお願いします。ツー、ワン、開け。夢の扉。やめてーあーあー待って、まだああ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 あごめんなさいわ。ごめんなさい。やめたって許してやってもつらい待ってさ1月1日はさ悪かった本当に悪かったと思うけどさ聞いたねここでさお正気日記最終日で終わりましょうさようなら一回言い分聞いて一回だけ聞いて一応聞くわ確かに分かった1月1日俺がお正気されるの分かるあげなかったからねあげるっつって俺だけがお仕置きされていいのかと思うんだ、俺は。うん。それはわかる。その心やいかに。他にもさ、東海オンエアでさ、やっぱりさ、良くないことしてるやついるってわけやん。うん。その動画上げなかったとかね。うん。そういうのに関わらず。うん。もう、ちゃんとした動画というかさ、撮影という大事な用事の時にさ、カメラの目の前で彼女と一着作るのどう思うねえ、俺かい、ね、ありえないよね。まあね、ちょっとなんか、コメント見たんだよ。編集で入れるのが悪いみたいな。それは俺も反省した。確かに。もう一回お仕置きだもん。違う、そうじゃない。じゃあ、自分反省してる。視聴者さんにね、申し訳ないことしたと思う。でも、気づかないんだ。この二人は。そうやって、その視聴者さんからの直な言葉をいただかないとね。うん、でそこで、ちょっと心に来てると思うから、最後に体にも来ていただこうということで、はい、やってみましょう。おー、僕まあ、仕方ない。僕もね、流れ的に僕だと思ったわかんない。そう。危なかった。反省しますよ。うおー僕、汚ねえ汚ねえほんとカメラ慣れしすぎたっていうのもあってほんとだよねカメラ回ってたらね昔は髪の毛整えてたのにね今や何でもこの低たらくだよ何という低たらくしちゃってるからまあ確かにほんとに俺も編集でねあそこ行って不快な気持ちにさせてしまったのは申し訳ないでもほんとの芝居たちはダメなんだ僕もほんとに申し訳ないと思ってます結構心の底から絞り取るよ俺はこれを反対したまえほんとにすいませんでしたうわあ許してやってください許してくださいすいませんでした、ほんとにこれから、女にうつつを抜かすに東海より精進したと思いますこれからも東海をよろしくというわけで、言ってますのでお仕置きに行き2日目でしたさよならやばいね、これ